内海桂子は日本の芸人、漫才師、女優。漫才協会名誉会長、マセキ芸能者所属。本名は安藤良子。内海芳恵と約半世紀にわたって音曲漫才コンビ内海桂子、芳恵を組んで人気となった。今村昌平との縁で横浜放送映画専門学院の専任講師も務めた。桂子の当時の相方と芳恵の母親が、兄弟弟子という縁で、当時14歳の芳恵を預けられる形でコンビを組んだ。芳恵とは14歳差で、血縁関係はない。芳恵の没後は、漫才協団会長として、東京演芸会を率いる傍ら、最古参の現役ピン芸人として、都々逸や漫談、名鳥名木何の木に留めた、つくし等の軽口もこなす。笑い組、ナイツ、ロケット団ら協会所属の若手の舞台に客演したり、デーブ・スペクターらと余興で漫才をする場合もある。2011年8月7日に放送された『笑点』には、芦田純子とコンビを組んで出演。死去報道後初となる2020年8月30日の放送の最後には、追悼映像が流された。また、翌週の9月6日の放送では、追悼企画として桂子と芳恵による、生前の漫才の映像が流された。桂子、芳恵の漫才コンビ時代から時流に敏感で、舞台でタイムリーな話題を織り交ぜているのはもちろん、公式 HP やブログを立ち上げ自らの文章で更新するなど、チャレンジ精神も旺盛。2010年8月からは、ツイッターのアカウントを取得し、自らの言葉でツイートを1日数回程度の割合で行っていた。内海は、戦時中に満州などの戦地へ移民し、それゆえ、毎年8月になると、必ずツイッターに、広島、長崎への原爆投下や終戦への思いを投稿していた。フリーアナウンサー、大沢優里からは、実母と同年代生まれであることから、おっかさんと頼られ、内海も夫、成田恒成からの求婚の際には、どうだかねと相談し、いいんじゃないの、おっかさんと、アドバイスされるなど、良き関係を続けていた。大沢優里の悠々ワイドの投稿コーナー、お色気大賞では、話の終わりのおちゃらかしに、内海のお説教が放送されることがあった。2020年1月中旬まで漫才協会の公演に出演していたが、同月末から体調を崩し入院。一時は回復し、リハビリにも励んだが、コロナの影響で見舞いが禁止となり、4月には、夫の成田恒成も、脳出血で入院。それにより、ツイッターも4月14日を最後に更新がなくなっていた。2020年8月22日23時39分、多臓器不全のため、東京都内の病院で死去。97歳だった。遺族の意向で27日に、近親者のみで密葬が行われ、死去の一報は、長年付き合いがあった。スポーツニッポンが葬儀翌日の28日に裏一面と芸能面を使いスクープした。墓所は東京都台東区の幸安寺。戒名は桂雲井行、誉田義満大師。桂は芸名の桂子、涼は本名の涼子からそれぞれ取られ、生代には粋な人生を称える意味が込められている。染薫がヒロポン中毒になり別離。染薫のほか、10名ほど相方を変える。バラエティトーク番組ドラマ、内海桂子ツイッター2時27分2020年1月12日、弊社所属、内海桂子に関するご報告。マセキ芸能者。2020年8月30日閲覧。279号注目の人漫才師、内海桂子さん。ウェンディネット2019年6月19日閲覧。95歳のつぶやきが話題、内海桂子師匠がツイッターで紡ぐ大切な日常。オーコンニュース2019年2月25日閲覧。内海桂子さん、私も戦争に加担していたのかも毎年ツイッターで当時を振り返っていた。ハフポスト2020年8月28日閲覧。内海桂子師匠、97歳大往生フラに見送られ旅立ち。芸歴81年、桂子、芳恵で、女流漫才の草分け。スポニチ。2020年8月28日閲覧。内海桂子さん死去97歳内面、若手育成にも尽力日刊スポーツ2020年8月28日、内海桂子さん97歳で、死去女性漫才師の第一人者、戦後のお笑い界の礎作る。東京新聞。2020年8月28日閲覧。内海桂子さん納骨式に100人。浅草旦那衆の姿も引く日刊スポーツ200ページ2年9月26日、内海桂子さん97歳で、死去戒名に、本名、芸名から一文字ずつ、桂雲井に行き、誉田義満大師、@AB内海桂子ツイッター2012年9月1日、AB 内海桂子ツイッター2012年9月3日、AB 内海桂子さん死去波乱万丈97年。吉江さんと二人三脚駆け抜けた四時代、経験は全部芸になる。スポーツ日本。2020年8月28日閲覧。内海桂子師匠が未婚のまま二人の子供を産んだ理由。週刊朝日。ヤフーニュース。2020年8月28日閲覧。内海桂子と芦田純子、明日、笑点でタッグ。お笑いナタリー。2020年1月12日閲覧。人生は7転び8起き。飛鳥新社。2020年9月1日閲覧。ありがとうございます。